これね、すごいですよ。こっち側が塗ってない方、塗ってる方、こっちほら、シュワ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 って、もうね、内側からね、バンっていう感じ。はい、皆さん。今日もよりこメイクアップチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。よりこです。はい、ということで今日はですね、私がね、気に入って使い続けているエイジングケアアイテムっていうのかな、そしてスペシャルハリ弾力ケア、そういったものをご紹介できたらなというふうに思っています。もうね、私たちの年齢になってくると一番気になってくるのがシワ、それからもう肌のね、弾力よね。肌の油分、水分も若い頃に比べてどんどんバランスが崩れてくるし、そうなってくると今までね、ずっと使い続けてきたスキンケアアイテムだとね、やっぱりだんだん物足りなくなってきてしまって、まあその時のね、年齢のしっかりとしたエイジングケアはね、必要だと思います。まあほら、水分油分のバランスが崩れたりして、まあ肌がね、いい状態に保てないっていうのは、それはね、肌の、まあ、赤信号っていうのかな、肌がやっぱり助けてっていう風に言ってるんだと思うのよね。だからそれに伴うしっかりと栄養効果の高いスキンケアを使っていくということが大切だと思います。ルーティンにもしっかりと定着してしまったお化粧品をご紹介させていただきます。はい、でそのスキンケアアイテムをご紹介する前にね、私のお気に入りたちを見てください。はい、ということでじゃーん、はい、こちらでございます。もうね、以前からの動画でも何度も紹介しているナンバーズインのスキンケアアイテムたちなんだけど、特にね、肌の状態によって使い分けてますってね、ご紹介してたと思うんですけど、さっきもね、言いましたが、私は職業上ね、いろんなお化粧品を試す機会があります。私がね、まあほら、 PR 動画というか案件動画っていうのを受け入れる基準として、実際に自分がね、使っている商品っていうのがまず1にあります。そして2番目に、皆様にも自信を持って紹介できるアイテムを厳選して選んで紹介しているのね。なので、まあね、安心してね、使ってもらいたいなっていうふうに思います。でね、私もすごいナンバーズインが気に入ってハマってしまってから、私のね、スクール、メイクスクールのスタッフにもね、ちょっとね、使ってごらんなさいよっていうふうに紹介したんだけど、もう彼女もね、もうドハマりしてしまって、特にね、彼女がハマったのがこちら、私の一押しでもある3番トナーになります。もう何度もね、動画の方で紹介してると思いますが、発光成分がね、50種類も配合していて、お肌がツルツル、プリプリになる化粧水なのね。このナンバーズインのすごいところは、韓国ナンバーワンのね、ドラッグストア、オリーブヤング、2022年オリーブヤングアワードで MD ピックを受賞したそうです。韓国でも大人気だし、最近は Q10 のベストアワードでクレンジング部門で1位を獲得したそうです。だからね、ナンバーズインの実力はね、間違いないのよ。次に紹介するのが、これもね、以前にご紹介した、こちらです。はい、こちらがね、1番の漢方セラムになります。漢方セラムね、いかにも漢方らしいね、色合いしてますよね。これはね、私が、ニューイヤーメイクアップ、ベスコスを紹介しているニューイヤーメイクアップでも紹介したんだけど、今や愛用しすぎてなくてはならないアイテムになってます。こちらはね、濃縮された漢方エキス、漢方っていうのは韓国の漢に、まあ、方向の方ね、で漢方エキスが入っていて、まあ、漢方の中でも
いろいろね種類があるんだけど、その中でも肌に本当にいいヤブランというエキスをこの1本に 74% も配合しているそうです。このセラムを塗ると肌が滑らかになって肌に透明感が出ます。ツヤが出てきて肌のコンディションがねとってでも良くなるの。一時的な効果だけではなく、使い続けるたびに肌本来のなんていうのかな、健康をね取り戻してくれるの。それはねすごくね実感できます。首のケアも重要なので、私はね首までしっかりと塗り込んでます。エイジングケアをネットで検索してみると抗酸化っていう言葉がねすごくよく目にすると思いますが、酸化を防ぐということはねアンチエイジングには本当にね大切なことなんですよね。この一番セラムの中に配合されているヤブランという成分はその抗酸化作用に優れていて、リンゴをね剥いて常温でその辺にポンってほっぽっておくと表面がね酸化して茶色っぽくなってきちゃうじゃないですか。この一番セラムの実験でそのリンゴの皮を剥いてその表面にこの一番セラムを塗った方と塗ってない方の実験した画像がナンバーズインのこのホームページに載ってるんだけど、実際にね実験をしてみたんですよ。反対側、リンゴをねパカって切って半分にこちらの一番の漢方セラムを塗りました、ね、そして反対側は何も塗らないまま、はい、そして24時間置いて今日持ってきました。これねすごいですよ。これわかる？こっち側が塗ってない方、塗ってる方、こっちほらシュワ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 ってシュワ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 ってなってなんかちょっと茶色っぽくなってますよね。こっち切りたてのままなの、キメが細やかでつるっとして、これすごくない？まあ私ねこの一番抗酸化作用がある美容液だっていうのは知ってたんだけど、まさかねここまでだとはね思わなかったね。えこんなにシワがないのよ。これ肌だったらすごいよね。24時間も経ってるのにすごいでしょ。皆様の、肌の酸化を防いでくれる効果が期待できるセラムなんです。私がね推してるの分かるでしょ。こんなに栄養たっぷりなのでテクスチャー的にね重たいかなっていう風に思われる方いらっしゃると思うんですけど、つけるとすごいさっぱりしてみずみずしいテクスチャーなのに、時間が経ってくるとすごいしっとりして、なんていうのかすごくね不思議な感触なの。さっぱりしてるけどしっとりしてるって言った方がいいのかな。本当にねすごい不思議。ご覧の通りね全然重たくないし、ちょっとねとろみのある化粧水っていう感じ、すぐにねスーッと馴染んで全然重たさはないです。だからね信頼して気軽に使ってみるのもおすすめだと思います。そしてね次にこちらもねニューイヤーメイクアップでご紹介しました4番のクリームになります。これはねすごくね一番セラムと相性が良くて私も大好きなクリームなのね。今までねいろいろクリーム使ってきたけど 100% は満足してはねいなかったと思う。でね私の中でこのクリームは本当にね理想的なクリームと言っても過言ではないくらいに気に入っているクリーム、高麗人参のエキスが 39% 配合されています。なのでエイジングケア効果は抜群になります。このねっとりとしたクリームのテクスチャーが保湿膜をしっかりと作ってくれて、お肌に弾力もできるし上品なツヤもできます。皆さんは多分ね漢方も高麗人参も見慣れてないと思います。特にねお若い方とか見慣れてないと思う。韓国ではもうね疲れがね溜まってしまった時など健康のために、摂取したりするのが定番だそうです。活気を戻して体力を回復してくれる効果があるそうで、これをお肌に塗ることで同じ効果が期待できるそうです。高麗人参といって
でも全部がね同じ効果があるわけじゃなくて、その中でも6年ものの高麗人参が一番有効成分が高いというふうに言われているそうです。この4番クリームにもその高麗人参の6年もののエキスがぎっしりと詰め込まれているそうです。塗った瞬間にお肌に栄養がチャージされるっていう感じ。しっかりエイジングケア効果があるかどうかは臨床実験をして、2週間で以前よりも張りが改善されたが 92%、 以前よりもシワが改善されたが 88%。 すごいよね。しかもデパコスの栄養弾力クリームよりも品質が良かったがなんと 96%ですって。すごすぎる、ね、でさっきも言いましたが、このクリームのテクスチャーが本当に感動的で、まるで肌の上にこってりとした膜を張ったようなテクスチャーで、このねクリームを手のひらに取ってお肌を包み込むように塗布していくのがポイント。一見重たそうなんですが、全然ベタベタしないし、肌にスーッと馴染んですぐにね弾力を感じることができます。より保湿感をアップしたい方は、まあね今の季節だけになるんだけど、部分的に重ね付けしていくのもおすすめです。私はこうやって特にシワの気になる目の周りや、ほうれい線、首元まで重ね付けしていってます。1番セレムと4番クリームの相性もバッチリなのでね、ぜひ一度ねこのカップルで試してみてください。そして最後に、最近ねすごくね気に入ってハマってるのが、スペシャル弾力ケアとしてシートマスクをね紹介します。ナンバーズインのシートマスクは本当にね1回使うだけですぐにね効果が実感できます。スキンケアマニアの中でもね有名になってるそうなんだけど、その中でも一押しはこちらの2番ウルモチ65% コラーゲンシートマスクです。これね、持ってみるとね、分かると思うんだけど、結構なね、重量なの。こちらはコラーゲンが 65% 配合されているマスクで、私たちのね、年齢にはね、コラーゲンは大事。以前にね、アップしたナンバーズインの動画の時も、こちらのね、4番のコラーゲンセラム、この時にコラーゲンのね大切さをね熱く熱く語ったんだけど、このコラーゲンセラムのシートマスクバージョンだというふうに思ってください。コラーゲンのね粒子の大きさね、単位をダルトンというふうに呼ぶんですが、普通に食べ物に入っているコラーゲンはねだいたいね30万ダルトンくらいで、その中でも実はね私たちの肌に吸収されるコラーゲンは500ダルトンぐらいしか吸収されないんですって。なので食べ物ではしっかりと効果を得ることはね難しいということがあります。そこでナンバーズインはフランス産の高級コラーゲンを500ダルトンまで細かく工夫してこのシートマスクを作ったそうです。なのでコラーゲンの浸透性が半端なくて速効性を感じます。その他にも真珠パウダーやナイアシンアミドまで配合されていて、美白ケアまでできるので、私は週にね1回から2回まあね、肌がね疲れたなとかくすんでるなとか張りがないなっていう時にこちらをするようにしてるんですね。特にねあれやこれや丁寧にお手入れするのがめんどくさい時とかもこれをペッて貼っとくと、もう肌がね回復してるから、これもねすごくおすすめです。このマスクの素晴らしいところは、年齢的にね肌が疲れてなんかもうシュシュワーってねしぼんでしまったような気がする時ってあるじゃないですか。そんな時にねこのシートマスクを使用するともうね内側からねバンっていう感じ、もうプリーって持ち上がってお肌がねもうプルンプルンになるの。もうね初めて使った時はもうその効果の凄さに
いやすごいっていう風にね思ったぐらい。うちのねスタッフの子にもね当然ね使ってもらったんだけど、彼女の感想が水分をサランラップで包んだみたいな肌になるっていうね、もうすごいねすごいね素晴らしい表現をねしてるぐらいすごいですって言ってた。だからねもう本当に数あるナンバーズインの化粧品の中で1番セラムとこちらの4番のクリーム、そして2番のシートマスク、こちらはね今私がもうハマりにハマって、使い続けているアイテムになります。今日はねお肌がね若返る軽い弾力ケアをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。一番のテーマはやっぱり家で簡単にできて、まあ、効果が高いもの、まあ弾力ケアの効果が高いものをやっぱりね選んでいくっていうのが私たちのこれからの年齢のね課題じゃないかなっていうふうに思います。はい、今回ねこのナンバーズインの詳しい情報いつものように動画概要欄に載せておきますのでね、ご興味がある方はぜひともチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がいいなと思われたら高評価ボタンお願いいたします。インスタグラムやっておりますのでフォローの方よろしくお願いいたします。もちろんキャンプチャンネルも、ご登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の YouTube チャンネルでお会いいたしましょう。よりこでした。またね。